こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はもう今話題のウーム株式会社、それについて話していくんですけど、まずウーム株式会社っていうのは、その YouTuber とかもいろんな著名人たちが所属する、いわば芸能事務所って言ったら分かりやすいのかな、そこに私も実は入ってまして、約2年前からお世話になってるんですけども、ここ最近、いろんな大手な YouTuber、 例えば、エミリンさんとか、いろんな YouTuber さん、結構その立て続けに退所ラッシュっていうか、YouTuber の方って事務所辞めたらさ、報告動画とか出すじゃないですか、辞めましたみたいな、そういうこともあって、ここ最近 YouTube 界隈にそのウーム辞める YouTuber の動画が結構多くて、多分視聴者の方の認識ではあんまり詳しくない方だと、そのウームって悪い事務所なのみたいな、だって辞めるってことはなんだ、なんかあったんかなみたいな、でその辞めますっていう報告動画を出した YouTuber は、そのみんなこぞってっていう、ちょっと違うな、みんなあの円満退社で辞めましたみたいな、そういう感じで言っているじゃないですか。で、言葉通り円満退社だったら、あ、いい感じに辞めたんだなみたいな感じだと思うんだけど、で、人間の心理ってさ、いろんなところ深読みしていっちゃうじゃないですか。で、動画だけではわからないこととかも、いろんなことが頭の中になんかよぎったりとか、それで今この世の中、そのウームっていうのはそのあんまり良くないんじゃないのみたいな、そういうイメージがついちゃってて、私はですね、個人的にはですよ、所属してる身からしたらなんかもったいないっていうか、なんか変な伝わり方がしちゃってるのかなって思うんですね。で、辞めた方々が悪いとかではなくて、そりゃわかんないよって、だってね、視聴者の方はさ、やっぱ YouTuber 楽しく見たいだけだからさ、別に事務所なんて正直どうでもいいじゃないですか。でも、辞めましたっていうのはやっぱり、いた方が、綺麗なのかなと思って、それで多分 YouTuber 出してるから、多分変な感じに憶測生んでしまってると思うんで、私なりのですね、今回見解を話していこうと思うんですね。で、今日はもう見ての通り、ノーカットで、もう私の、トークスキル、レベルが試されるんですけども、期待しないでください。トークスキル全然ないんで、もう尊敬する捨て上げさんやスーツさんや高須院長のようにノーカットで今日は頑張って喋っていきますので、よかったら聞いてってください。まず、私みたいなですね、あの30万クラスって言ったら、もうウームの中で言ったらペーペーなんですよ。もう本当になんか底辺ではないけども、 なんだろう、もう最下層みたいな、もうそういう感じじゃないですか。だってウームって言ったらもうヒカキンさんとかも超トップ YouTuber が多いんで、なので、私がウームに所属していることを知らないっていう人も多分多いと思うんですね、あの今の登録者のみんなの中に、あんな人の中には。で、まず結論から言うと、私はですね、ウームに入って約1年目ぐらいの頃はここにいて果たしてメリットはあるんだろうかと、ちょっともやっとしていました。なぜかというと、 YouTube のその売り上げの、中から 20% 毎月 UUUM に納めるわけですね。で、UUUM って言ったらもう、簡単に言うと芸能事務所のようなものなので、もちろんマネージャーさんとかついたりとか、そういった感じでですね、サポート体制はあるんですね。ただ普通のそのタレントさんとか芸能人の方と比べたら、 YouTuber って一人でできちゃうんですよ、いろいろと。なんでかっていうと、まず、テレビに出るような芸能人事務所の場合だと、やっぱテレビってそのテレビ局と芸能事務所の関係がすごい、なんだろう、重視されるっていうか、そういうつながりが重視される世界だと思うんで、まずテレビに出たいのであれば、芸能事務所、もうテレビ局にパイプの強い芸能事務所に入るしかないみたいな、なんかそんな感じだと思うんですね。もうみんなが知ってるような事務所、ああいう感じだと思うんですよ。でも逆にその YouTuber って別に誰かのパイプがなくたって、
だってテレビに出るっていうか、まあ自分たちがやってるフィールドってやっぱ YouTuber は YouTube なんで、別に誰の制限もなしに自由に出せるわけですよ。ってなると別に何かのパイプとかは、まあ、基本必要ないっていうことなんですね。じゃあ YouTuber 事務所入る必要ないじゃんっていうことになるんですけども、まだそっからちょっと広がっていってですね、話が、YouTuber って言ったら、まあみんながこうやって動画を見てくれて、それに応じてなんか1円とかなんか 0.何 円みたいな感じ入ってきて、再生回数に応じたお金が、まあ、その YouTube のその運営会社、その Google からポンと入ってくるんですね。じゃなくてやっぱりそれ以外でも仕事やりたいみたいな、いろんな展開をしていきたい、イベントとかやりたいとか、まあ、そういった場合に、まあ、UM っていうところが私にとっては、まあ、重要になってくるんじゃないかなと思う。おー、びっくりした、ハトがやばい、すごいね、マスクつけてるから結構息苦しい。そうで、まあそれは必然ですよね。その YouTube だけでやっていくっていうのは、まあ結構そのリスキーっていうか、まあ不安なわけですよ。だから人間ってやっぱりその生きるため、お金を得るためには、まあ、いろんなことを、まあ、複数やった方が、まあまあ、それが、まあ、自然な流れだと思うんですね。だから、YouTuber もそのイベントとかやったりとか、そのファンミーティングみたいな。あとは、企業さんから、例えば、コカ・コーラの、会社さんから、この商品を紹介してください、みたいな感じで、PR イベントをやったり、まあ、動画でも、こう、提供動画で、商品紹介したりとか、まあ、そういった感じで、いろんな、その、仕事を展開していくっていう中で、YouTuber の事務所っていうのは結構、重要になってくるっていうか、やっぱり一人で YouTuber やってると結構その、まあ私もあったんですけども、個人的に連絡来るじゃないですか、仕事って。だって事務所ないから、もう自分のその概要欄に下にあるメールアドレスに仕事入れしてくださいって言ったら、やっぱ対個人じゃないですか、会社対個人だから。ってなると結構その安くなんか仕事をそのやってよみたいな、むしろなんか ただでなんかやってよみたいな、商品あげるからその商品紹介してくれたらもう貸さなくていいから紹介してくれないみたいな、なんかそういう感じで、なんだろう、安く使われてしまうみたいな、まあ、言葉で言うと、まあ、舐められやすいんですよね。っていうこともあって、ちゃんと事務所に入って、まあ、まあ、YouTuber っていう、この、なんだろう、なんか不安定なところを、まあ、支えてもらうための、その土台としても、UM がかなり重要だと思うんです。で、ってなるとさ、その、ウームに入って、まあ、20% 取られるっていうのは、まあ、一見、その、結構、その、ウィンウィンじゃねみたいな。事務所も、YouTuber もウィンウィンじゃないってなるんですけども、まあ、人によっては、例えば、例えばですけども、じゃあ、食べる系だけの動画、みたいな。もう、専門チャンネル食べるだけ、みたいな。ってなると、もしかしたらさ、もし、企業案件とか、もう食べる系になんか関連づかないと視聴者的に面白くないじゃないですか。なんか食べる系の YouTuber がいきなりさ車の紹介動画とかやったって見ないし、ってなると結構その専門的な動画しか出さない YouTuber だと、でも企業案件みたいなのもらいにくいっていう。だから例えば毎月じゃあ1000万円の収入がある、広告収入がある YouTuber ってさ200万円取られるわけですよ、ウームに。ってなると、企業案件そんなに、ないのに、私毎月200万ウームに払って、あれ？なんか、必要なの？必要ある？みたいな。ウーム必要ある？みたいな。なんか一人で全部できちゃうし、みたいな。企業案件もらわなくても、1000万入っ、本当だったら入るのに、みたいな、うん。そういう感じになって、だんだんと、もやもやしていくと思うんですね。もうこれはざっくりですよ、本当に。まあ、いろんなところだと思うんですけども。まあ、そういうこともあり。まあ、あとは、そのUMってやっぱりすっごいしっかりしてる会社なんですね。もう、なんだろう。やっぱり YouTuber っていう、その、なんだろう。結構、まあ、世間的にまだまだ仕事としてちゃんと認知されてない時代から、なんだろう、今の YouTuber はこんな感じで、みたいな。
まあ、そういうイメージが良くなった部分もやっぱウームっていうのはすごい大きく影響してるなと思ってて、っていうこともあって結構保守的なんですよ、まあ、私が感じた点で言うと、なんだろう、もうすごい失敗しないようにもう作戦をいっぱい練って、ちゃんとあのここぐらいまで行くっていう見込みがないとやりませんみたいな、まあそういう感じなんで、もしかしたらその YouTuber の中にはなんかあの毎月あの1000万売り上げあるのに、あの YouTube で稼いでるのに200万円取られて、でイベントやりたいって言っても、いやウーム的にはちょっとみたいな、でちょっと自分の合うその企業案件がないから、もうなんか毎月マネージャー、まあ、ついてるけど別に私にお金増えないしみたいな、200万円入れてるだけで200万円分じゃあもういる価値なくないみたいな、多分そういう感じで YouTuber がモヤモヤし始めてきたと思うんですね。まあそれは、まあ、こんなペーペーである私でさえ、約1年前ぐらいの時かな、1年前ではないかな、半年以上、半年ちょっとぐらい前までは思ってました。はい。やっぱり YouTuber で、まあ、結構大きな金額がこうやって入ってくると、それだけ大きく、取れる額も増えていくみたいな感じで、ちょっと不安になってきたっていう時期があったんですね。で、その度に私は、マネージャーさんとかに、よく言ってました。はい。こういうことがいろいろやりたいですと。いろんな要望がありますっていう。まあ、そういう感じで私やマネージャーさんと、まあ、コミュニケーションを取ってたんですね。で、今回のその辞めた YouTuber さんも多分、もしかしたら私が言ってることずれてるかもしれないんですけども、まあ、やっぱり 20% とか、まあそういうことは、まあもう、わかるじゃないですか、皆さんも。なので、まあ他のそのトップ YouTuber さんがそのウームの事務所について話してたと思うんですけども、マネージャーさんとコミュニケーションが取れてなかったから、もしかしたら自分の納得いくその 20% へのそのバック、まあウィンウィンになるような形にお互い歩み寄れなかったんじゃないのかなっていう。で、なんで私がそういうことか言うかっていうと、先日ですね、ウームの事務所の方と、まあ、オンラインミーティングがあって、やっぱり世間でこういうウームのことに関して、まあ、もやっとしてるイメージが、はい、ついてるっていうことに対して、やっぱスタッフさんの方々はやっぱこれを改善していかなきゃって、やっぱウームとしてもなんだろう、まあ、そのスタッフ、クリエイター、 YouTuber ですね、クリエイターのこと、 YouTuber のことクリエイターって言ってるんですけど、ウームはで、まあ、クリエイターの方ともう少し歩み寄れればよかったな、みたいな感じでお話しされてたんですね。で、まあ、もう一回結論から言うと、私は先日のそのミーティングで、あ、これからもお願いできるのであればしたいなっていう、はい、感じになりました。私では、私で言うと 20% 以上の大きな価値があるっていうふうに、思えました。まあ動画のその企画とかもいろいろと今後より強固に手伝っていただけるようになるっていうことで、あとはもうまあ先日がちょっと前からも企業案件なども結構なんだろう、ちゃんと私的になんか面白くなんか自分的に作る相性が合いそうな企業案件などもいただけたりしてるので、まあそれはやっぱりまあ、マネージャーさん方もすごいいろいろと親身になって動いてくださったりとか、まあ、やっぱり言うんですよ、私も。いや、ちょっと 20% の、に見合う、私はただ対価を恩恵を受けれてない気がするんですって、やっぱ言ったんですね、私も。ちょっと心苦しかったです、当時。でも、言うことによって、やっぱり言わないとわからないっていうか、まあ、人間、どんなに、なんか素晴らしくても、多分会社もそうですけども、どっか欠点っていうか、なんか、まあ、動かしてるの、会社を動かした人間だから、絶対に、なんか 100% はないと思うんですよ。だからこそ言った方がいいなって私は思って、今回のそのミーティングで、いや、これはすごいぞ、みたいな。もう私は、ウームさん、こんなに考えてくれてるんだったら、いや、お願いしたいよねっていう。
より私が今までできなかった企画とかもなんか手伝ってもらえるっていうか、だって今までいろんなところ動画一人で撮影しに行ったりもしたんですけども、自分一人で店舗さんとか、まあ前で言うとマザー牧場とかもそうなんですけども、一人でこうやって個人的に電話して撮影させてもらえませんかみたいなって言っても大体跳ねのけられるんですよね。とんでもない有名な方じゃない限り、やっぱり個人だからじゃなくて、ちゃんとウームさんとか通してやるともう本当にすごい、もうびっしりとびっしりと、もうこ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 うしていきたいんですみたいな感じでなんか企画書送ってくれて、本当スムーズに行くんですよ。なので、まあ先日の私はその打ち合わせでですね、モヤモヤしていた部分が完全に、はい、晴れました。まあ言うことは言ってよかったなみたいな感じで、はい、っていうこともあり、今は、はい、すごい満足しております。まあ、それが私が伝えたかったことですかね。まあ、結構長く話したんですけども、あくまで青木個人的には、まあその自分のその今持ってる、言うべきところはちゃんと伝えて、それで改善する方向にもうすごい全力で動いてくださったんで、私はこれからもウームさんにお世話になります。まあ、ただなんだろう、すべての YouTuber さんにこれは当てはまるとは限らないんですよ。例えば本当にやりたいことが別にあってっていう、なんかいろんな方針っていうか、まあ、それぞれ YouTuber ってどういう風にやっていきたいかってもやっぱ様々なんで、まあいろいろ話して、まあいいところの部分とか、まあ着地点がちゃんと見つかったけども、やっぱりUUMとは、またちょっと違うのかなって思った人は全然やめればいいと思うし、まあそれは人それぞれだと思います。まあ、青木はもう YouTuber としての活動をもっと、ね、だってまだまだ満足できないですよ。33万人、ありがとうございます。でも、ね、やっぱり、目指すべき100万人頑張りたいので、YouTuber としてもっと、大きく成長するためにも、ウームさんにお世話になりたいなと私は思いました。こんな感じでですね、超個人的に思った見解を今回は話しました。少しでも。楽しんでもらった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、画面の下からそちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。